声優と芸人を掛け合わせ新たな魅力を発掘、アルコ&ピースとのコラボ企画はこれだ。妄想声ドラマ。平子さんどうですか、普段なんか妄想とかよくされたりしますか？そうですね、まあ、他の動物にはない人間に許された、ね、唯一の楽しみなるほど、そうですね、すごく贅沢な能力ですからね、はいはいはい、どんな妄想してるんですか普段は？まともに言ったら地上波には乗りませんね本当真由美が大好きで奥さんなんですよ。真由美に携わるいろんなことを日々考えてるんですけども、はいはいはい、まあ、今回ちょっと一つの夢をこの番組で叶えさせていただこうかな。あら、そうなんですね、はい、奥さんの真由美さんとの妄想を叶えてくれる声優が、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まちこさんでございます。大ヒット中の競走馬育成ゲーム「ウマ娘」の東海帝王役や、さらには歌手としても活躍されるまちこさん。あのこのつばの、はいはい、あの作品 の、 あの楽曲を歌ってらっしゃって、はい、それが本当に良い曲、もう本当に今回お会いできて、光栄です、まあ、アルピーの2人がポカンとしてます全部わかります。このスバなんか略ですよね、はい、ご存知ですか、このスバの略は。坂井さん、おっしゃるんですよ。何ですか？このスバル実はトヨタ車を題材にしたねどんな話やの正解、正解はこの素晴らしい世界に祝福をっていうタイトルです。あ、そっちのやつ、そっちしか見てない、そっちしか見てない。アルピー平子の妄想声ドラマ脚本のポイントは、現在の奥さん真由美さんと過去の真由美さんが登場、現実と夢が交錯するストーリー。なんか声のイメージとかあります？なんか高い方がいい、低い方がいいとか。あ、確かに、はい、落ち着いた方。落ち着いてる中でも元アパレルっていう少し軽々しさがある軽い感じの難しいですね、役作りが。そこの表現ですね、やっぱの渋谷の丸井の店長だったんで。あ、そうなんですか。それは有力な、ね、ポイントをいただきました。もうこれはもう演じてちょっと平子さんにこれこそが真由美だと言っていただけるように改善をさせていただきますなるほど、そうですね、はい、大人役と子供役を演じ分けるまちこさんにも注目じゃ。アルコ&ピース平子さんの妄想声ドラマで、題名は約束のクローバーです。どうぞ約束のクローバーはいはい、あ、収録、うん、今週の日曜か。あ、いや大丈夫大丈夫、うんうん、はい、アークスタジオ、はい、了解です。はいはい、はい、よろしくです。まえちゃん、今週の日曜仕事入っちゃった。日曜？約束してた日じゃない。なんか急に入っちゃったみたいでさ、また休みの日調整するから。ちょっと、この日は子供預けて久しぶりに二人でデートだって。あ、これはひどい。でもしょうがねえじゃん、仕事なんだからさ。でも人気のお店やっと予約取れたんだよ。うるせえな、やいのやいの言うなよ。だいたいさ、仕事しねえと飯だって食えねえんだからさ。あ、最悪、なんでそういう言い方するの。これ平子さんが悪いな。もういいだろっての俺ちょっと仮眠取るからさ、もうあっち行ってよ。俺昨日だってラジオで遅かったんだからもういい顔するな。こんな旦那どうですか、これ最悪ですよ。愛妻家ではあるが、その前に芸人、仕事があるうちが花だ。ただこの日はちょっと言い過ぎだったかな。俺はひどく疲れていたのか、妻と言い合いしてからしばらく眠ってしまった。少しの後悔とともに。モノローグがこれからどうなっちゃうのかね。喧嘩しちゃいましたけどね。ねえ、喧嘩しちゃって無理でしょ、俺これ。え、ベンチ、え、外、どこだここ。めっちゃ説明台詞でしたねベンチ県外。え、何これ SF 夢か。
おじちゃん、どうしたの？あ、かわいい。あ、なんかおじちゃん、ここで眠っちゃってたみたいでさ。それ、何持ってるの？これ、何って、これ、普通のスマホだよ。スマホ？スマホ知らない？ほら、電話したり、ネット見たり、ほら、YouTube 見たりさ。YouTube って何？電話って、それ線がないじゃん。変なの。今2021年の時代に線のついてる電話探す方が大変だっての。うーん、おじちゃん何言ってるの？今1991年だよ。あら、タイムスリップ。1991年。うん、30年前にタイムスリップしたっていうのか。ドラマチック。寝るならお家に帰らなきゃ。お家か。おじちゃん、ちょっと嫌なことあってさ、今あんまりお家に帰りたくないんだ。そうなの？うん、何かあったの？うん、奥さんとね、よくできた子供だな。ちょっと喧嘩しちゃったんだ。喧嘩か、それはダメだね。仲良くしなきゃ。かわいい。かわいい。そうだよね。めちゃくちゃかわいい。ねえ、お嬢ちゃんさ、お嬢ちゃん、うん、どっかで会ったことあるよね。わかんない。まゆ、おじちゃんのことを知らないよ。え、まゆ、まゆ、え、お嬢ちゃん、名前なんて言うの？私、まゆみだよ。あ、まゆみ、あれ、もしかして、まさかこの子は妻の幼少期ってことなのか。まゆちゃんはさ、今何が好きなの？まゆの好きなもの、今はね、バレエかな。確かに小さい時にバレエ習ってたって言ってた。そっか、じゃあ好きな食べ物は？いろんなものにキムチ入れて食べるのが好き。まゆみに間違いない。この頃からキムチ入れてたのか。そんな小学生いる？やだ。じゃあまゆちゃんはさ、どんな男の子がタイプなんだろう？なんでそんなこと聞くの？いや、なんとなくだよ、なんとなく。まゆはね、優しい人かな。なるほどね。じゃあ将来はどんな人と結婚したい？結婚？結婚なんてまだ考えたことないけど、ちゃんと仕事してて、いっぱい優しくて、お休みの日はいっぱい遊んでくれる人。あら、かわいい。そっか、そうだよな。ダメだこれ。そうだよな。結婚したらずっと仲良くしていたいな。そうだよね。仲いいのがいいよね。まゆちゃん、ごめんな。どうして私に謝るの？お家に帰ってちゃんと奥さんにごめんなさいしなきゃ。そうだね、ちゃんと謝るね。もし、もしだよ、まゆちゃんが将来結婚して旦那さんと喧嘩するようなことがあったら、旦那さんのことを許してあげてね。うん、まゆ、すぐ仲直りするもん。本当かな、すぐ仲直りできる？うん。じゃあおじちゃんと奥さんが幸せになれるようにこれあげる。え、何これ、クローバー？そう、さっき見つけた四つ葉のクローバー。ちゃんと仲良くできますように。どうもありがとう。あ、私バレエ教室の時間だからもう行くね。おじちゃん、バイバーイ。バイバイ。っていうか、またね。はめたか。何なんだこれは。もう一度ここで寝てたら元に戻るのかな。寝るんか。寝れる、そんなにすぐ。かなりリアルな夢だった。一体どれくらい寝たのだろう。起きたらいつもの家のソファーだった。あ、
もしもし、マネージャー。うん、ごめんごめん。あの、さっきの仕事の話だけどさ、申し訳ないんだけど、キャンセルってできるかな。嘘やろ。いや、ちょっと家族との大事な用事あんの思い出しちゃって。うん。あ、申し訳ない。あかんやん。うん。ごめんごめん。うん、よろしく。はいはい。あれ、仕事いいの？あ、まゆちゃん、さっきはごめんね。え、何？どうしたの急に。なんかやっぱり喧嘩は嫌だよね。何よ突然。いや、夢の中で約束したもんだからちゃんと仲直りするって。はあ？夢の中って誰のこと？いや、あの、若くて可愛い女のこと。何それ、バカじゃないの。そろそろバレエ教室のお迎えだから行くね。あ、まゆちゃん、俺も一緒に行くよ。何よ今日、なんか変だよ。いや、なんかもっといろいろ話したいかなと思って。でも行くよ。楽しみだな。終了。なんかドラマチックでしたね。最後のあのコマいいですね。ね、まあ、今までのいろんな芸人さんの妄想ドラマの中では一番なんか芸術性は高かったよね。そうですね。あと本当平子さんのこだわりを感じましたね。感じましたね。とても素敵でした。いや、素敵だったな。実は感動してましたから。総じてどうですか、やってみた印象は。本当に悔しいのが、はい、今の真由美の過去と出会ったことがないっていうのが本当にずっと悔しくて、あの頃の知らなかった真由美に出会いたかったなっていうのがもう僕の中での最大の願望だったんで、それが夢が叶いましたね。なるほどね、はい、すごいわ。まちこさんどうですか、奥さんの役演じてみて。いや、すごいドキドキしましたね。その今の大人になった真由美さんと、はい、子供の頃の真由美ちゃんの演じ分けもですけど、平子さんのなんか優しい部分というか、はい、妻を思う気持ちがどんどん伝わってきて、はい、感動させるぞっていう気持ちやらせていただきました。すごい。続いての妄想声ドラマはアルピー酒井が担当。その妄想テーマは、男性芸能人ならもう誰しも思うことなんですけれど、はいはい、テレビ局のスタッフとかとのちょっとこれっつーやつですね。一番いいやつ。じゃあちょっと見てみます。お願いします。脚本のポイントは、音声さんとの恋愛を妄想。収録本番直前のとある大胆な行動にもご注目。酒井さんの妄想声ドラマ、題名は本番5分前の恋です。どうぞ。やばそうやな。酒井さん、入られます。お願いします。あ、また会いましたね。そうですね、今日も頑張ってください。音声さん優しいな、なんか勇気もらっちゃうわ。よいしょ、はい、OK です。ありがとうございます。マイクこちらです。なんかリアルだな、すごく。テレビ朝日の主にバラエティ番組についてる音声さん、いつも可愛いんだよな。集中しろよバカ。番組にこの子が励ましてくれるとなんか本番も調子いい感じがするんだよな。怖い。この日の本番でも個人的にはちゃんと爪痕残せたと思う。やっぱりあの音声さんのおかげなのかな。はい、OK です。お疲れ様でした。マイクこちらで外します。はいはい。今日の俺どうだったかな。すっごい面白かったですよ。ありがとうございました。みたいな。わあ、よかった、嬉しい。あのさ、はい、今度もしよかったらご飯でも。またまた、そうやってみんなに言ってるんじゃないですか。お疲れ様でした。流されちゃう。お疲れ様でした。マイク外します。止まるな止まるな、帰れ早く。まあそりゃそっか。やばくないですか。たくさん他の芸人とかとも話してんだろうな。芸人と音声さんないか。帰り方よ。本番まであと5分です。この日もテレ朝でのお仕事。
音声さんはいつもの人だ。テレ朝でそんな収録ねえだろお前。ところでさ、はい、音声さんって彼氏とかっているの？いないですよ。仕事ばっかりで出会いもないですよ。はい、マイク OK です。ありがとうございます。マイクこちらでお願いします。集中しろバカ。音声さん彼氏いないのか。よし、今日も収録頑張るか。この日の本番でもちゃんといくつか笑いは取った。リアクションやけど。音声さん見てたかな。収録以上になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。マイクこちらで外します。今日どうだった？毎回聞く。今日もめっちゃ面白かったですよ。あの牛丼の話の下り最高でしたね。うわ、よかった、嬉しいな。ねえ、本当に今度ご飯行こうよ。また、うん、考えておきますね。 お疲れ様でした。女の子上手だな。こちらでマイク外します。見るかな、また止まるな。はい、見た。考えておきますってことは脈ありだよな。ずっとポーズして帰った。それでは間もなく本番参ります。今日は改変期の特番スペシャル。出ねえだろそんなやつに。芸人ばっかりだからなんとか笑い取らないとな。おはようございます。おはようございます。ではマイクつけさせていただきます。はい。いや、特番だから緊張するな。豪華ですからね、うん、でも酒井さんなら大丈夫ですよ。頑張ってください。本当？ねえ、なんか勇気づけてもらってもいいかな。え？ほら、俺緊張しちゃうからさ、なんか緊張ほぐしてよ。いるかこんな演者。わかりました。じゃあちょっとお顔前に出してもらってもいいですか？顔前に？はい、一瞬ですよ、うん、はい。嘘でしょ。やばいやばいやばい。どいた演者とどいた技術。はい、これで大丈夫です。頑張ってくださいね。俺のサクセスロードはここから始まる。終了。いや、いや、浅川さんどうでしたか？すごい気持ち悪い。何ですか？最高でした。最近本当音声さん綺麗な人多いんで。まあまあ確かにね。本当にでも次もし収録あった時の音声さん気をつけた方がいいです。マジで。ああなっちゃうかもしれないです俺も。あ、でもキスの音とかでなんかどうやって出してるんですか？あ、私はさっきこうやって。はい。自分の手を。はい。でも私初めてなんですよ。あ、キスの音。初キス。初キス。初キス。俺。はい。マジか。今までそういうキャラクターやったことなかったので、はいはい、初めてだからすごいいい音出せるようにってすごいめちゃめちゃ練習しました。平子さんどうですか今の妄想声ドラマは。あいつこの後どういう顔してマイク外してもらうのか。確かに。いや、そうなんです。俺もそうだけど音声さんも緊張する。撮っちゃう自分でも声が。だけど何よりのあいつの一番の妄想、はい、願望は改変期の特番に呼ばれるってことなんじゃないのかな。それもね。